鷹の駅であります、もうすぐ10時になりますね、三鷹の駅のこちら、あちらの森の方がですね玉川上水ということになりますんで、歩いていくということになります。こちら三鷹の駅のですね、ホームなんですけども、そこの下をですね通ってこういう形でもって、玉川上水が続くということになります、玉川上水、水が見えませんけども、まあこのまま歩いてどんどん四ツ谷に向かいます。太宰治の古事記学生の文が載っていて、実際に玉川上水のところで写っている写真があります。でここはどこかというと、玉川上水の脇にちょっとしたスペースがありまして、まあ見学できるようになっております。まあ、こんなもんもあるんですね。先ほどの、ところからですねちょっといたところに玉化石、青森県の、名産の石らしいんですけども、こちらの前あたりで今選挙の看板出てますけども、こちらの前の方でですね太宰が亡くなったということらしいです。昔はもっと流れが強かったそうです。紫橋というところが三鷹から最初の橋ですけども、何も見えません。紫橋よいしょ、ここはなんか紫橋道路っていうみたいですけどね、いやいやお水が見えてますけどね、ゴミが見えますね、嫌ですね。名作を記念する路傍の石、なんか小学生の時に映画を見て泣いた覚えがありますね。これが路傍の石だそうです。こちらが万助橋ですね。うわ何も見えない。万助橋からは風景がガラリと変わりまして、まあ井の頭公園の中に入ってきたってとこですかね。水の音は聞こえるんですけども何も見えません。井の頭公園の運動公園の方ですね。でこちらの方は、自転車が前から来ますね。運動場の隣の、ところに蛍橋というのがありまして、久しぶりにこの地図が出てまいりました。
井の頭公園のエリアを抜けたようで、新橋というよくある名前の橋へ出てまいりました。うわ、案内板がありますけども見えません。いや、日が出てきたね。暑い暑い。ここはなんか派手に工事をやってます。松影橋からは今度は玉川上水の右側を歩いていきます。いやー、隣が公園ですよ。で、玉川上水はちょっとやっぱり水が見えません。いやー、結構ダイナミックな風景が広がっております。こちらに見えるのは法政大学の中高学校。井の頭橋で、こちらの方歩いていく予定ですけども、風景が変わってきました。目の前を通っているのは井の頭公園通りです。ひまわりですね。いやー、桜のシーズンからひまわりのシーズンまでよく歩いてるよ。ここの階段上がります。よいしょ。また景色が変わりますね。若草橋、微妙に坂です。ちょっと今日は工事中ですので、ここまでしまして、三鷹台の駅へ向かいます。今日は三鷹台の駅を終点といたします。